ほらほら、行く秋坊ちゃま、正直に白状したら。ん？何をだい？あなた、ウエンティさんとどうやって知り合ったの？どうしていきなりそんなことを。あれ？読書サークルの友達じゃなかったの？ああ、本当に読書サークルで何回か会ったことのある友人だ。別にこれといって話すこともない。あれれ、本当に？ウェンティさんの並々ならぬ風格に、あのズバ抜けた文才、きっと一般人じゃないはずだよ。それに勝利さんとあんな風に言葉の応酬ができるなんて、私くらいのレベルじゃないとできないでしょ。いや、それは考えすぎだと思うが。ブータオ、ゆくあきは私たちを騙したりしないよ。わかった、正直に話そう。ゆくあき、実は僕はウェンティさんが作る詩の愛好家なんだ。ほら、僕が本を好きなのは知ってるだろ。当然モンドで歌われる詩かも読んでいる。その中でも特にウェンティさんの作品はお気に入りでね。フータオの言う通り、彼の詩はその風格と同じで並々ならぬものであり、文才も優れている。さっきの宴席では僕が気まずくなるのではないかと考えて、ウェンティさんも言わなかったんだろう。本当に思いやりのある素晴らしい詩人だ。あ、それなら僕も証言できる。行く秋が忙しい時、こっそり詩集を買いに行かされたことがあるんだ。なるほどね。まあそんな大したことじゃないんなら、もっと早く行く秋も私たちに教えてくれたらよかったのに。ああ、だから今ここで君たちに教えただろ。そういうこと。まあいいや、それはさておき、せっかく4人で集まったわけだし、これから何して遊ぶ？かくれんぼ？ケンケッパ？それとも街をブラブラしてお買い物？そうだな、4人ならバンを借りてゲームをするのはどうだ？